東京オリンピック・パラリンピックの事前合宿で新型コロナの陽性者が確認された場合、選手ら全員を一時的に隔離することなどを盛り込んだ指針が自治体に示されることが分かりました。大会関係者によりますと、政府は今日、感染対策の強化をするため、事前合宿を受け入れる各自治体に新たな指針を示します。新たな指針では、選手団から陽性者が確認された場合、練習など全ての活動を中止し、全員をホテルの個室などに隔離します。濃厚接触者ではないことや、検査で陰性であることが分かれば、練習などは再開できるとしています。